はい、今日もツタヤの、50% オフコーナー見てきました、ね、見てきました。今日はもうほんとレン君の趣味に付き合った感じですね。これ袋入れてくださったんですけどね、何気に、ね、マジック・ザ・ギャザリングの本でいいっすね、はい、早速見ていきます。またね、今日も長々とね、あのショーケースのところに付き合ってくださって、ほんと店員さん、あそこの店員さんいい人です。はい、当店員してないから。これは30円あのストレージ見てきましたね、ドリマックス。ああ、ガイアマンティス100円だったらいい、あ、140円か、280円ね、180円、意外と高い、知らない。これ180円、半額90円になりますね。俺が選んだよ、はい、こっから、はい、これ90ってやつ、はい、ドギラゴンバスター、ね、680円の340円かですね。はい、こちらがシークレット、はい、燃える革命ドギラゴン、これずっと欲しかったからですね、レン君がね。1080円で、半額540円、540円だったらね、普通のもあったけどシークレットの方が、はい。でこちらが、180円、半額90円ですね。昔スーパーミーですね、やっぱ昔の。はい、はい、ね、これがねコアクラッシュリザード、なかなかね状態も良くて380円の半額、190円かだったらいいと思いますけどね。高い。で、バイスケ125円になりますね。うん、調理場所、これ なぜかね、なんかうちの近所えらく高いんですけど、そんな高いのかなと思うんですけど、これが340円かですね。調理場所かっこいい、はい。で、バルキリアス、これが、100円か、100円で3学年、はい、リューマチメート、この辺はお父さんのコレクションですね。93円の半額、いくらよ、46.5円、やば、安いよね、よかった。はい、これはレン君のコレクション用ですね。うん、友達が使ってシールドを増やすって言ってた。もうちょっと今じゃね、ちょっと遅れたかと思いますけど、攻撃して勝ったら手札にあるやつを全員シールドにする。いいっすね、綺麗ですね、やっぱりかっこいい。コーナーとかってもそうだった、少し曲がった、はい。で、ジョリザジョニー200円がついに100円ですね。まあ、だいたい安く売ってるんですけど、100円がなかなかないと、通常版ですね。しかもレジェンド、はい。でこれは、パパのデッキ用かな、175円、ジョリザジョニーもついに175円まで行きました。ちょっと厚みか、はい、パパのですね。今日買ったのはこんな感じか、なかなか良かったんじゃないかなと思います。めっちゃくちゃ良かった、本当。たまには自分で買ってね。レン君のやつがこれ、ドギラボン、僕の切り札、これか、これ欲しかったカードかですね。まあなかなか良かったと思いますね。ねえねえ、何枚ブシディア、ブシディアもあるね、うん、何枚買った、うん、はい、この3枚はレジェンドで、この2つがビクトリーか。はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。